もう全くと言っていいほど読まれません。要するに読む人の記憶に残らない、絶対に知っておいていただきたいテクニックがあります。それは皆さんこんにちは、人事コンサルタントの山際です。今日は学生さん向け、就活生、それから転職活動している人向けの動画になります。何をやるかというと、今噂のチャット GPT を使ってエントリーシートを書いてみようという企画でございます。チャット GPT はもう皆さんもね、多分使ってる方多いと思うんですけど、うまい使い方をしないとですね、あんまり面白いの出てこないんですよ。人によっては就活塾とか行かれたりとかね、個別指導を受けたりとか、いろいろ苦労されていると思うんですけども、今日はですね、誰でもできる自己 PR 文書の磨き方と、こんな感じでやっていきたいと思います。チャット GPT は使ってなんぼ、もうみんな使ってるんだから使わないと損ですよね。それをですね、ちょっとまずお話していきたいと思います。まずこちらの動画を見てもらおうかな。動画というか、まあ、この文書なんですけど、これですね、ある就活サイトに出ていた、こういうふうに書くといいですよみたいな、いわゆるこれ学知化ってやつですね、学生時代に力を入れたことと、こういうのが書いてます。で、まあ見てみるとですね、学生時代に最も打ち込んだこと、私が大学生活で最も力を入れたのは水泳部での活動です。高校では見識を広げるため、続けてきた水泳を休止して書道部に所属しましたが、小中学校時代に達成できなかったタイトル獲得のため大学での再挑戦を決意しました。朝夕の通常練習に加え、空き時間には自主練習を重ねたものの、結果が出ない時期もありました。しかし、ここで諦めたら達成感を知らずに終わると考え、休むことなく練習に打ち込みました。競技以外でも練習場管理の責任者として、新しい部室の整備にも取り組みました。大人数の部員に対応するため、配布した団体の部室利用を学校に提案。部員をグループに分けて管理する計画表を取りまとめるなどして、利用許諾につなげました。物質整備の作業を契機に部内の意見交換が活発化し、互いに刺激し合う環境が生まれたことで、自然に練習の成果も出始め、最終的には部として日本学生選手権のシード権の獲得を果たしました。私は水泳部の活動の経験から、メンバーが一致団結して最善を尽くせば納得のいく取り組みができることを学びました。そしてトップレベルを目指すメンバーの中でブランクを乗り越えて自分の居場所を作り、責任を果たせたことが大きな自信になっていますと、まあ、こういう文章でですね、文章自体は非常によく練られていると思います。ただし問題が、大きな問題が一つあります。それは何かというと、こういうのもう人事の採用責任者もう嫌というほど見るんですよ。要するに何が課題かというと、人と全く同じになってしまうんですよね。私はその日産自動車時代に採用のね、担当部長をしていた時に、学生のエントリーって1年に大体7000人ぐらい来たんですね。エントリーシートって皆さんものすごく悩んで、ものすごく一生懸命書くと思うんですけど、実はですね、これちょっと衝撃の事実なんですけど、エントリーシートをうまく書いたからといって、なんかプラス要素になるかっていうと、実はなりません。全くと言っていいほどなりません。なぜかっていうとですね、まあ昔ね、エントリーシート始まった頃はまあ目新しかったかもしれないんですけど、もう何十年も経っていてですね、ここでなんか変なこと書いてる人いないんですよね。なのであまりにも変だと減点要素にはなるんですけど、プラスの要素にならないと。今ご紹介したような文章だと全くプラスになりません。全くプラスにならないんです。その原因は何かっていうと、人と同じだからなんですよ。皆さんね、エントリーシートの目的は言われたから出すっていうことだとは思うんですけれども、それだけだとですね、はっきりして競争なんで、採用ってね、人と違ってなんぼなんですよ。人と違ってなんぼ。マーケティングっていう、その商品をね、お客さんに知ってもらって買ってもらうっていうアクティビティが、活動がね、会社の中にはあるんですけど、そこでの金言っていうのがありましてですね、これ英語なんですけど、 Difference is better than better っていう格言があるんですね。これは違うということは、良いということより良い、 better than better、 良いというより良い、 Difference is better than better、 違っているということはただ単に良いというより良いっていう、こういう格言があるんです。これがですね、競争の中で人に選ばれるっていうことはね、マーケティングと人事の採用とかって結構同じ視点になるんですよ。で、
会社であれば他の会社よりもうちがいいよっていうことを言わなきゃいけないし、仕事を探してる人ね、学生さんとか転職活動中の人は他の人と私は違うんですってことを言わない限りは採用担当の目には止まりません。なぜならばさっきみたいな文章を一日中嫌というほど見てるからです。そんな中にちょっとね文章練ってますとか言ってもこの流れでいくともう全くと言っていいほど読まれません。要するに読む人の記憶に残らないですよ。私も7000件全部目を通そうとして頑張ったんですけど、もう最後の方はですねもう速読ですよね。もうフォトリーディングみたいな感じで、あ、また同じこと書いてる、また同じこと書いてるってこう見ていくわけですわ。人気企業とかだとそういうふうになると思うんですね。今はもうなんか AI でやっちゃってるのかもしれないんですけど、人の目で見てくれてる会社もあると思うし、日産の場合は7000人来て350人ぐらい採用してたんで、だいたい倍率20倍だったんですけど、もうちょっと人数が少なければですね、人事担当の人が細かく1枚ずつ見てくれるってこともあるんですね。で、それは体制は分かりません。ただ皆さんができることはどうやって人と違う風に目立たせるかっていうことなんですよ。ここのポイントをですね今日話したいと思います。で、これ、ね、一つねものすごく大事なことを言うんですけれども、例えば履歴書の写真とかね撮りますよね。で、今はスマホで撮っても写真館で撮ったのと分かんないぐらいにしますよね。普段の自分をそのまんま出す人いないですよね。私も自分の写真撮りに行ったことあるんですけど、もうめっちゃ化粧するわけですよ。で、照明の当て方とかよく見えるように、そこにあるのは事実なんだけど、でも実態と異なるっていうケースってありますよね。これ一つ。それからこれはそうだな、30歳40歳になってから転職する人もそうなんですけど、履歴書とか職務経歴書ってめちゃくちゃ持って書くんですよ。みんな持って書きます。つまり何が事実かっていうことは非常に境界線がグレーだっていうことなんですよね。で、ガクチカも同じで、そこに書くことをですね何も考えずにそのままやると、化粧も何もしない、なんか照明も当て方も考えないプロフィール写真を撮ることと同じです。だから職務経歴書に何のストーリー性もなく、ただやってきたことをつらつら書くことと全く同じ。こんなことする人いませんよね。で、ガクチカのところもさっきのやつも多少はね持ってると思うんですよ。で、ここ盛るのは僕構わないことだと思ってるんです。実はあんまりひどい嘘っていうのは良くないんですけれども、でも仮にですよ、実際にはないことを書いたとしても検証のしようないですよね。それはもうなんかね、全然やってないんだけど全国の1位取りましたみたいな、まあそういうことを言うとね、さすがに言い過ぎだろうっていう感じもするんですけれども、僕のスタンスは、企業がねエントリーシートを書かせるのって何のためにやってんだろうって、まあ謎でしかないんですよ。面接の質問もそうなんですけど、企業が面接するときに皆さんにいろいろ質問しますけど、それって検証しようがないことばっかり聞かれると思いません？あなたの志望動機教えてください。いや、お金のためです。4年生なんで就職しないとダメなんです、なんていう人いませんよね。でも実態そうじゃないですか。就職しないともう食っていけないと。だけどそんなこと言う人いませんよね。だから志望動機なんかはみんな一生懸命考えるんですけど、本当は就職したいだけなのに、その会社じゃなきゃいけない理由とか必死こいて考えたりとかして、で、面接とかでもね、トレーニングとかさやるときもそういうのなんか一生懸命考えるじゃないですか。それ本当なのって言ったら、嘘に限りなく近いと言ってもおかしくないですよね。だからそんなもん聞いてどうすんだって話なんですよ。会社からしてみたら、そんなあの検証もできないし、本人がそう思ってるかどうか分かんない。要は作文が上手い人がね就職の権利を得るみたいな、なんかそんなことになるじゃないですか。だったらもうとことん作文上手くなろうぜっていう話なんです。で、その作文上手くなる時に、今はチャット GPT というですね救世主が現れましたと。これを使ってですね、ちょっと実際にやっていきたいと思います。で、チャット GPT は今 3.5 と 4.0 ってあるんですけど、まあ学生の皆さん多分無料プランを使ってると思うので、3.5 の方を使ってやっていきたいと思います。それではですね、まず最初に1個命令入れてみたいと思いますけど、これ私 Windows パソコンなんで、Windows 11の音声入力っていうのが使えるんですけど、これが僕非常に気に入ってですね、これ使ってやっていきます。それではまず最初のあれですね。はい、就活生が企業にエントリーする時の学生時代に力を入れたことの文章を書いてください。文章は非常に一般的でどこにでもある、学生時代に力を入れたことにしてください。テーマはスターバックスでの
アルバイトリーダーの経験、これを題材にしながら自分が力を入れてやったことの文章を構成してください。はい、このぐらいの文章としては丸の点もないんですけども、チャット GPT は、ね、こう鋭くてですね、ざんざんざんといろいろなことを出してきてくれてますね。私の学生時代に力を入れたことの一つは、スターバックスのバイトリーダーの経験です。単なるアルバイトではなく、責任ある制限は役割を果たす機会であり、さまざまなスキルや価値観を身につけることができました。まずチームをまとめるリーダーシップ能力を磨くことができました。コミュニケーション能力、問題解決能力も磨かれました。こうつらつらいろいろ書いてありますけれども、これよく見るんですよ僕もこれ見たなと昔。そうなった瞬間に読み手は興味を失ってると思ってください。人と同じなんでダメなんですよ、ね、何の新規性もないですよね。でこれをどういうふうにカスタマイズしていくかっていうことなんですけど、ここに皆さん一つ絶対に知っておいていただきたいテクニックがあります。それはストーリーテリング、ストーリーを話す能力ですね。それを使ってこのガクチカスタバのバイトリーダーをね、どういうふうに面白い読み物にしていくかということをちょっと実演したいと思います。でこれ余談なんですけど、スタバのバイトリーダーとサークルの副部長っていうのはなぜか知んないですけど、学生の自己 PR とかガクチカの定番なんですよ。もうね、世の中にスタバのバイトリーダー何人いるんだ、サークルの副部長何人いるんだ、この副部長っていうのはミソでですね、本当なんかなって思うぐらい全員この2つのうちどっちかなんですね。だからこの2つのテーマを選ぶ人はよほど作文苦労しないと採用担当の目に留まることはないと思ってください。さあそれじゃあですね、ポイントはですね、ストーリーなので、ストーリーってこう起承転結があるんですけれども、話にリアリティを持たせるためにですね、どう見てもリアリティじゃないんですよ。ここに書いてあるの、こんなうまくいくわけないじゃないですか。リーダーシップ能力、どこにどういうリーダーシップ能力が書いてるか全く分かんないですよね、読む方からしたらね。これすごい表面的なやつはもう完全にプラスにもマイナスにもならない、まあ会社によってはマイナスになるかもしれません。これを読ませる文章にしていきたいと。じゃあですね、まずね、出だしを変えてみましょう。出だしをどうするか。ありがとうございます。それではこの文章をベースに修正を加えていきたいと思います。まず文章の出だしなんですけれども、このような文章で始めてください。スターバックスのアルバイト、実のところ私は遊ぶために必要なお金を稼ぎたいという理由で始めました。出だしの文章をこれにして後ろの文章を修正してください。はい、これね、よくありますよね。どう考えてもバイトなんて遊ぶためのお金のためですよね、どう見てもね。これが普通なんですよ。でこれで書き始めるとどうなるかっていうののちょっと変化をね、見ていきたいと思います。さあじゃあどういうふうになるか見てみましょう。スターバックスのアルバイト、実は私は遊ぶために必要なお金を稼ぎたいという理由で始めました。しかしそれが単のアルバイトで終わることはありませんでした。ちょっと短いですね。これの続きを書いてください。その経験を通じてリーダーシップやコミュニケーション能力などうんぬんと、まだ浅いですね。でここで少し脚色を入れます。本当かどうか知りませんけども、いい文章を作るためのコツとして、出だしは遊ぶためのお金が欲しくて始めたんですけれども、ある経験を境として自分がスターバックスでの接客業ということからビジネスの本質を少し知ることがなったと、こういうストーリー構成にしてください。実際に起きたことは適宜仮置きして進めてもらって構いません。こういう文章をちょっと入れてみました。どうなるかちょっと変化を見てみましょう。さあ来ましたね、変わってきましたよ。実はそこのお金が欲しくて始めたと、単なる収入源としての意識が強かったで、ある経験をきっかけにその考え方が変わった。ある日忙しい時間帯に突然店長が体調を崩し、私が臨時でシフトをまとめることになりました。その時初めて接客業の中でビジネスの本質を垣間見たのです。シフトの調整やスタッフの指導、問題解決に迅速に対応する必要性を痛感しました。それまでは単純にコーヒーや軽食を提供する仕事だと思っていましたが、実際には顧客のニーズを応えるために様々な要素が絡み合っていることに気がつきました。このような緊急事態では効率的な組織の上がビジネスの製品に直結することを実感しました。この経験を通じてスターバックスの接客業は単なるアルバイト以上の意味を持つことを理解しました。お金を稼ぐためだけでなく、ビジネスの本質や組織運営の重要性を学ぶまであることにも気づいたのですと。その後積極的に新しいことに挑戦し、自己成長を図るようになりました。最終日だいぶいいです。だいぶいいんですけど、まだまだこれだと目には止まらないと思います。でここからさらにストーリーを
組み立てていくわけなんですけれども、皆さんね、その自分の経験の中で実際にはね、そういう事実を体験しているんだけど、それを文章としてねピックアップすることが、まあ、できないということって、まあ、多分あると思うんですよ。スターバックスでよく見るのは、高齢の方ってスタバ飲みたいんだけど何をどう注文していいかわからないっていうね、ちょっと初老の方、70歳超えぐらいまでが来ることってあるじゃないですか。でその人との触れ合いっていうのをこの作文の中にね入れていきたいと思います。どうするかなんですけども、だいぶ良くなってきました。起こったエピソードは次のものにしてください。この人がすごい暇な時間にですね、スターバックスに明らかに慣れていないおばあさんが店の入り口のところでこっちを覗き込んでいるのを発見して、そのおばあさんに声をかけたところから話が進展すると、こういうストーリーを作ってください。出だしの文章は最初お金のために始めましたっていうので OK です。さあ指示を与えました。どうなんでしょうか。はい、単なる収入源、ある日のこと、店内が比較的静かな時間に簡単で自分の考えをしていた時に、明らかにスターバックスに慣れてないよそのおばさんがお店の入り口の方に覗き込んでいるのを見つけました。おばさんは戸惑っているようで、カウンター離れておばさんに声をかけた。何かお手伝いできますかと安心した笑顔を返してくれた。私は丁寧にメニューを説明し、おばさんが注文するのを手伝いました。戸惑っていました。徐々に笑顔を戻り、スターバックスの雰囲気に慣れて、注文が終わった後、おばさんは感謝の言葉をくれました。その人が私の心に残り、単なるアルバイトではなく人々に喜びや助けを提供する場であることを再確認しました。この出来事を通じて、私はお客さんとのコミュニケーションが大切であり、時には一歩踏み出して積極的に来ようかということを意味を学びました、ね、だいぶ良くなってきましたよね。こういうふうにストーリーがあるとですね、説明に説得力が出てくるんですよ。単に何かを学びましたみたいなことを言っているだけだと実例がないんで、まあ、読んでる方から全然刺さらないですね。だいぶ良くなったんですけど、もう一工夫してみましょう。ここから先は創作が入っていると言われるかもしれませんけれども、はっきり言って読んでもらったもん勝ちなんで、ありだと思いますよ。私はだって志望動機とか作ってるでしょ、頑張っていいんですよ。こういう質問をしているエントリーシートを書かせる企業が悪いんです。皆さんは頑張ってどうやって自分のことを見てもらえるかということに集中しましょう。炎上するかもしれませんけど、世の中ってねそういうもんだったりするじゃないですか。でも使い方としてはねプラスになると思うんで、やっていきましょう。ありがとうございます。だいぶ良くなりました。このおばあさんなんですけれども、実はこのスターバックスができる前に立っていた喫茶店が、先に亡くなっているおじいさんとよくコーヒーを飲みに来ていた場所だということで、おばあさんはその思い出に浸るためにスターバックスを覗いていたという展開にしてください。出だしは今まで通りで OK です。さあ今度はですね、もうちょっとストーリーを膨らまそうと。最初同じですね。でおばあさんが流暢に覗き込んでいると、いらっしゃいませ、何かお手伝いできますかと。おばあさんの注文を終えると打ち明けました。喫茶店があった場所でコーヒーを楽しんでいた、なんか海辺設定になってるな、ちょっと途中で終わっています。なのでこの経験から私が何を学んだのかというのを付け加えて上でもう一度再出力してください。はい、ここまで同じですね。おばあさんが覗き込んでいると付けましたと、ね、うん。おばあさんはその思い出に浸るためにかつての喫茶店の跡地をここでスターバックスを覗いていたのでした。私は彼女の話を聞いて、この場所が人々に大切な思い出なのか改めて感じました。その後もおばあさんとの会話を楽しみながら、彼女が大切にする思い出を共有することができました。この経験から私は単なる仕事としての接客業の枠を超えて、人々の心に寄り添うことの重要性を学びました。お客様が持つ思い出や感情に敏感に対応することが真のもてなしを提供することにつながるということを理解しました。また喫茶店がなくなった悲しみや寂しさにも耳を傾け、少しでも心の支えになるよう努めることの意義を再確認しました、まあ、最後の文章はねちょっと違う感じがしますけど、かなり良くなってきましたよね。でまずこれ何をやってるかっていうと、意外な出だしっていうのがありますよね、まあ、最初普通の自分っていうのがいるわけですよ。でその後に起きたことはちょっとしたチャレンジが起きたっていうことですよね。普通お金のためだけやってんだったら声かけなんかしなくて来た注文だけさばけばいいんですけど、そこでこの人の中で何か芽生えたっていうことですよね。それでその挑戦を経て自分が少し成長したと。このパターンです。通常の自分、何か変化が起きた、でそっから何かを学んだ、これが実はエントリーシートのストーリーで大事なんですね。でこの人何を学んだのかっていうのが最後まだ書いてないので、これをちょっと最後に付け加えていきたいと思います。ありがとうございます。出だしは遊ぶためのお金が欲しかったこと、でところがおばあさんを見て普段とは違う行動を起こしたという点、
おばあさんとの触れ合いの中で大事な何かをつかみました。その大事な何かというのは、ビジネスとは人に価値を提供することであると。スターバックスは単にコーヒーを提供しているための場所ではないということをそこで学び取ったと。ビジネスは誰かのために付加価値を提供することだというのを学んだっていう構成にして、もう一度リライトしてください。お、今度はタイトルがついた。はい、新たな気づき。おばあさんは戸惑っているようで、どこに注文すればいいのかわからない様子でした。私はすぐにカウンターを離れておばあさんに声をかけました。いらっしゃいませ、何かお手伝いできますかと尋ねると、おばあさんは安心したような笑顔を返してくれました。おばあさんが注文を終えると、彼女は私にふとしたことを打ち明けました。この場所が以前彼女と亡くなったおじいさんがよく訪れていた喫茶店があった場所であり、海辺でコーヒーを楽しんでいた思い出深い場所だということ。その喫茶店はもう存在しなくなっており、新たなスターバックスが建っていたのだそうです。で、価値の提供。おばあさんはその思い出に浸るためにかつての喫茶店の跡地を訪れ、スターバックスを覗いていたとのことでした。私は彼女の話を聞いて、この場所が人々にとって特別な思い出の場所になることを改めて感じました。その後もおばあさんと会話を楽しみながら、彼女が大切にする思い出を共有することができました。この経験から私は単なる仕事としての接客業の枠を超えて、人々の心に寄り添うことの重要性を学びました。お客さんが持つ思い出や感情に敏感に対応することが真のおもてなしを提供することにつながるということを理解しました。また喫茶店が亡くなった悲しみや寂しさに耳を傾け、少しでも心の支えになれるよう努めることの意義を再認識しました。そしてビジネスの本質は単に商品やサービスを提供することではなく、誰かのために付加価値を提供することだということを学びました。スターバックスは単なるコーヒーを提供する場ではなく、人々にとって特別な思い出を想像する場所であることを肌で感じましたと、はい、このぐらいですね、文章を作ることは可能なんですね。で、このたまたま今回は前の指示を聞いてですね、気を利かしてチャット GPT が段落をね4つ作ってくれました。気づき、価値の提供、ビジネスの本質と、これをですね書いてみたわけですよ。で、最初のやつ見てみましょうか。最初のこれです。私の学生時代に力を入れたことにして、スターバックスのバイトリーダーの経験ですと、いろいろ書いてありますけど、まあまあ耳当たりのいいことは言ってますけど、まあ中身ないですよね。ところが文章にストーリー性を持たせることが、読んですごく相手を感動させるわけなんですね。履歴書で人を感動させることはできません。だけどもこういうガクチカとかね、自己 PR というのは人を感動させるためにある文章だと思ってください。それからあることないことを書くとね、まあそれはそれで問題かもしれませんけども、その辺は節度を持ってやっていただきたいことと、あと今私がやったようなことっていうのはバイトやってれば必ず経験してるはずなんですよ。その時のことを思い出して少し膨らますとか、もしねこういう対応ができてなかったら、それが自分にとっての反省点になっているとか、そういう掘り下げ方、そういう感性とかね、物事を理解して自分を見つめ直す力っていうのを企業の人事部は知りたがってるんです。で、これを書くときにですね、まあ、定番のパターンっていうのがあって、それは4つ言います。まず1つは具体的にどういう経験をしたか、これ最初に書きます。それから2番目は、まあ、何かあることが起きて、そこで自分がどういう気づきを得たか、これが2番目で、3番目にそこから教訓としてね、自分の中に残したものは何なのか、でそこから実際に次の行動に生かす、この4項目をですね意識して書くと、普通の人だった自分が何かの行動をきっかけとして少し自分自身をアップグレードしたということが効果的に表現することができるようになります。で、これをやるのがね、チャット GPT のいいところであるんですけど、生成 AI ってどういうことなのかっていうとですね、機動戦士っていうとガンダムってなるじゃないですか。それはなぜかというと、機動戦士の後につく言葉はガンダムである可能性が非常に高いわけですよ。これと同じようなことをチャット GPT はやってるわけです。なので一番最初に、私はただ遊ぶためのお金が欲しくてっていう書き出しでお願いしますって言ったら、それをベースにここまで文章が発展していったわけですよね。実はこのチャット GPT が一番得意なのは、出だしの一文を与えるっていうことです。これを与えると後ろを書いていく。で、出てきた文章を見ると自分の中でインスピレーションが湧いてくる。例えばそもそもスターバックスのコンセプトっていうのはサードプレイスって言ってましたね。家でも会社でもないところ、くつろげる空間、第三の場所を提供するっていうことなので、まあ自分のね行こうとしている会社がスターバックスだったらこのままでいいかもしれないけど、スターバックス以外の会社でもその会社が何を大事にしているのかということを事前に見て、でその会社の人事の人とかね、採用担当の人が、あ、この人うちの会社向いてるかもしれないというふうなストーリーを作ることが皆さんのタスクなんですよ。
そのために新しいツールはじゃんじゃん使いましょうと。これはやればやるだけ慣れてきますし、さっきみたいに時間をね取らずにやっても、まあ、全然大丈夫なんですよ。僕まあ喋っただけですよ。点も丸もないし、なんだったら誤変換してるのいっぱいあるんですけど、それでもチャット GPT こういうのをやってくれます。で 3.5 は無料で使えるので 3.5 でやったんですけど、実は 4.0 でもですね同じことやってるんですけど、感覚で言うと 4.0 でやった方がこれの 1.5 倍ぐらいいい文章が出ます。ただそれやるとね、課金しなきゃいけなくなっちゃうので、学生の皆さんしんどいと思うので、ね、それこそバイトしなきゃいけなくなっちゃうからということでやりませんけど、まあ 3.5 でもここぐらいまでできるということを今日お話したかったんですね。エントリーシートは毎年2月から3月みんな一生懸命書かなきゃいけなくなってくる時期だと思いますし、転職組の皆さんもね、第二新卒の皆さんもいろいろ悩むことあると思うんですけれども、この動画で見たことを使ってですね、企業の人事が知りたいのは実際の出来事から何を学んで、どういう気づきを得て、どういう成長をした人なんだということを見たいんだよねっていうところを知っておいてください。はい、ということで今日の動画はここまでと。よかったなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。